トケマッチ運営会社ネオリバースの元代表、福原高文容疑者は、都内の男性から預かったロレックス1本を古物商に65万円で売却した業務上横領の疑いが持たれていて、警視庁が指名手配しています。高級腕時計シェアリングサービストケマッチとは、運営会社が高級腕時計を所有者から預かり、月額制で腕時計を借りたい人へ貸し出すもので、所有者には月々、 託料が支払われる仕組みでし,たしかし、運営会社のネオリバースは、1月末に公式サイトで突然、解散を発表。福原容疑者は解散後に出国していて、大阪市内の会社の住所も。冒頭ないですね。 捜査関係者への取材で、持ち主に返却されていない腕時計が、解散直前の1月の間に集中的に複数の都府県で古物商に持ち込まれ売られていたことが新たに分かりました。ロレックスの空箱を前に悔しさをにじませる大阪在住の A さん。 去年10月、時計町に2本のロレックス購入金額にしておよそ300万円を預け、2ヶ月分合わせて12万円の予託金を受け取っていました。私が預けた時計がやはりホームページ上にアップはされていました。その後、まあレンタル中であったりだとか、今レンタル可能であったりだとか、それがこう切り替わっている。 サービスが行われている様子もあったため、突然の解散はショックだったといいます。大阪府警に被害届は提出しているものの、今のところ私の時計の素材については不明というのが必要でございます。同じく、時計マッチの被害者で時計業界に関わる B さんは、できる限り被害者の時計を見つける活動を続けたいといいます。